任教の道は厳しいものでございます。一旦杯を交わしたからは白を黒と言われても、義理のためには黒に染まって死んでいくこともあります。因果な都政でございます。四国徳島に生まれ、天下の激流吉野川で産湯を使った私は、幼い時両親に死に別れ、神戸の叔父に引き取られましたが、寂しさを紛らすために喧嘩好きになったのかもわかりません。しかし、いくら暴れん坊の私でも、ヤクザになろうとは夢にも思ったことはありません。運命というものは自分自身で決められるものではなく、気のついた時私はいつの間にか侠客という厳しい道を歩いていた。仁義二文字胸に秘め、道を極めたとせいなんら、死ぬも生きるも人形の花に風が吹く。親にもらったこの命、粗末にゃできんと知ってはいるが、男なりゃこう遅さらしに巻いた、息と度胸の血が騒ぐ、命捨てても名は捨てぬ、曲げてならない山口組には三代目。田岡和夫あげた時には父はなく、大正8年4月には優しい母に手を引かれ、小学校の正門を希望に燃えてくれたが、またも悲しや8月に母は帰らぬ人となり、寂しい延べの送りさえさしたばかりで悲しみの涙かんその中を神戸の叔父に引き取られ、生まれ故郷後にして汽車や汽船の初旅も悲しさ
よりも泣き母のまぶたに消え面影を胸に抱きしめついたあの雨女たた神戸に来た田岡和夫は、ここで小学校は叔父の家から通います。だが根を洗えば赤の他人のおばから耐え難い扱いを受けながら、歯を食いしばり辛抱して新聞配達をしながら小学校を修了すると、すぐ造船所の旋盤見習い校になりましたが、それも彼にとっては修正の仕事ではなかった。おい、田岡やないか。やっぱり田岡やな。深海地のど真ん中でお前に会うなんて珍しいやないか。どないしてんねや。なんやて？造船所の旋盤工してるてか。いや、それも現場主任と喧嘩して飛び出してきたとこや。へえ、現場主任殴ったんかい。相変わらずお前らしいな。学校時代もよう暴れとったからな、お前。とにかくそこらでコーヒーでも飲もうか。深海一の雑踏の中でばったり出会ったこの青年こそ、山口組二代目昇親分の弟で名前が秀夫、兵庫尋常高等小学校時代のクラスメートであった。二人はとあるコーヒー店のテーブルに着く。田岡、お前工場辞めたらおっさんの家も帰られへんやろ。なんやったらうち行けへんか。食べることと寝ることには不自由ないで。うん、それにわいかってお前みたいな強いのが来てくれたら心丈夫やからな。そら世話になってもいいけど、秀夫、お前今何してんや。わいか、わいは兄貴のすねかじってんやけど、遠慮気がねせんかってええや。仕事みたいなもんせんかって、食べて寝て昼間こうしてコーヒー飲んだり活動写真見てな、遊んでたらええねや。活動でも芝居でも何やぶしでも見たいもんあったら言うてや。ここらの子やみんな兄貴の息がかかってるよって大手振ってけど、ごめんやで。少し慣れたら小遣い買って不自由させへんがな。では行かへんか。そうか、行くか。ほんなら早く早く早く。コーヒー店を出て連れて行かれたのは、西出町にある山口組のゴンゾー部屋。ゴンゾーというのは船の荷上げの人足のことで、顔や体に生々しい傷跡のあるもの、背中や腕を入れ墨で汚したもの、そういう人間を当時山口組も50人ばかり抱えていた。ここは彼らの合宿。2階は50畳ほどの大部屋、階下は食堂で、飯とたくあんはいつでも用意してある。人間生活の基礎となる衣食住のうち、肝心の食と住が保障されているわけです。彼らは朝冷や飯をかき込んで仕事に出かけ、夕方帰ってきて夕飯を済ますと、いよいよ彼らの生きがいとも言うべき生活が始まる。それは儲けた金は惜しげもなく酒と女と博打にばらまく。その上にもう一つ、ストレスの解消に絶対必要なものが喧嘩。この四つは彼らの生活の必要条件でもある。したがってこの環境は、おじ夫婦の歪んだ家庭とも違った雰囲気であり、ここは人間田岡和夫にとっては第二の人生への出発起点となるのです。坊主どないした？また負けたんやろ。もうやらんのか？銭がないんやったら貸したるで。坊主、こら何で返事さらさんのや。わいはな、お前が初代博打打たんとこが気に入ってんねや。遠慮せんとこれ持ってもう一遍貼ってみ。豊のおっちゃん、悪いけどわい博打のお金はからんことにしてんねん。生意気なこと抜かすな、坊主のくせに一人前の口聞きやがって。偉そうに言うてるけど、お前博打の打ち方知ってんのか。博打ちゅうもんはな、相手の手を読む戦いやぞ。
おっちゃん、帝王って何のこっちゃ。それ見、何も知らんやないかい。ええか、まず目の動き、手の動き、仕草で相手の癖を読むんや。またこっちは読まれたと見せておいて、相手の裏を書かないかんのや。そやから肩の揺れ一つで勝負が決まってまうんや。お前はええ根性バクチャ打つけど、根性だけでバクチャ語れへん。ということは、相手にこっちの癖を読まれたらあかんちこっちゃ。わかったか。わかったらワイの前でいっぺん引いてみ。よっしゃ。ほな、おっちゃん引いてみるで。あかんな、お前。あかんちゅんじゃい。札来るときに肩が揺れてるやないか。今の栗札さんやろ。出してみ。ほーれみーさんやないか。こっち貸してみ。ええか、札を送るときには張り手の目がこっちの懐の中まで光っとると思わなあかん。そやから指の先で軽い軽い女の乳揉むようにやらんかい。おっちゃん、わいおかんの乳飲んだことあるけど。ああそうか、お前まだ女知らんのやったな。歳なんぼや。17じゃ。情けないがっきゃな。17にもなって女知らんのかい。しゃない、指の使い方教えたらよってついてこい。どこ行くんやおっちゃん。福原やね。福原言うたらジョロのいるところやろ。お前そんなとこ行くん嫌やで。何回って気づかんねえ。これも修行の一つや。文句言わんとついてこい。小頭と世のおっちゃんとは薩摩までの親切もので口は悪いがお人よし。西郷さんや大久保さんを友達みたいに自慢する。他愛もないのが愛嬌で、チェストの豊と人は呼ぶ。カズは豊に連れられて夜の花咲く福原へ。慣れた女の取りなしや肌の匂いのどこやらにほのかに浮かぶ亡き母の夢をまぶたのうちに見て、カズオははっと目を覚まし布団を蹴って起き上がる。あら、もう帰るんか。なんでやの。あ、ちょいとちょいと、傘持っていけな。雨が降ってるやないか。これ、傘持っていけちゅうのに。優しく瀬名に呼びかける声を心で振り切って、やけに踏み出す段橋の二度と再び来るものかと。かけ草履で駆け出せば外足命く庭か雨。雨の中から呼び止められた田岡、立ち止まって振り返ると年の頃35、6の男、左手に傘、右手は懐へ入れたまま、身の丈は6尺近く、たくましい肩幅、紋付きがピタリッと身にあって、髪はスズメの巣のごとく見上げるような大男。その体からは不気味な殺気が流れている。小僧、わしの袴に羽を飛ばして黙っていくのか。田岡は雨に打たれながら、女を金で買ったという自己見学が火のような闘争本能に変わっていく。貴様は牛か。
その瞬間門付きの男は田岡の腕をつかんだ。あっという間もなく田岡の体は宙に浮いて路上の水たまりに叩きつけられた。くそー、やりくさったな。生まれて今日まで17年、誰にも負けたことないが、今日の惨めなこの地獄、受けたこの恥ばいにして必ず返してみせるぞと闘志満々立ち上がる。その相手こそ誰やろう。その頃神戸で人も知る柔道四段の暴れ者17、8の子の頃、とても手に合う相手じゃないが、怒りに燃えた少年は負けてなるか、あとああああああ飛びかかる。となって突っかかってゆく田岡、生意気な小僧と黒門付きの大男はまるで子供でもあやすように片手で田岡の体をつり上げて足払い。雨の中とはいえ、時が時場所が場所だけにたちまち大勢の人だかり。負けず嫌いの田岡、人の見ている前でたとえ手足を折られてもこのまま引き下がるわけにはいかない。何としても勝つ、勝たねばならんと再び猛然と立ち上がる。その時耳をつんざく雷鳴のとどろき、真っ黒の雨雲を引き裂く稲妻、田岡は捨て身でぶつかった。瞬間、門付きの大男はわーっと叫んで両手で顔面を押さえたまま崩れるように倒れた。指の間からバタバタと流れる鮮血、咳か偶然か奮然と突っかかった田岡の指先が相手の顔面を突き上げ、両眼を鋭く突き刺していた。にわかに変わる門付きの柔道四段の地にベタベタと崩れる姿じっと見て、強い相手を倒すにはこれだこれこそ必勝の妙技は、これと心に叫び初めて悟る目つぶしのこの技こそ生涯の好みの守りと胸に秘め、相手の様子見るなれば傷の痛さにもだえつつ逃げる姿の哀れさに、どっと上がった歓声は勝ちをたたえる人の声、後ろに引いてにこりと田岡は駆け出
その事件があってから田岡はこの技を生涯の身の守りとすべく人知れず指先の訓練に励んだ。その稽古台になったのがその頃新海地を中心に暴れ回っていた不良学生の集団。これを世間ではバラケツと呼んでいたが、田岡和夫の指先の技には恐れをなし、いつの頃からか熊というニックネームを贈られた。年は過ぎ昭和5年の秋、田岡は二十歳の青年になった。ここは港座の木戸口。さんちゃん、えらい人気やな。さすが剣劇の王様と言われるだけあって家内衆の評判大したもんやな。今日かって大入りやろ。昼夜とも満員やで。田岡、お前がってなんで役者にならなんだよ。舞台でちょっとええ格好してお前目向いたら女子なプゾできるで。おい参考、なんぼ入れ込みが済んだかってお客さんはまだ来るんやぞ。そんなところへ立ちはだかってしょうもない話してたら客が逃げてまうやないか。おっさん、ちょっと待ちにな。それわいに当てつけやの嫌味か。遠回しにさんやに言わんかって直にわいに言うたらどないやねん。チンピラのくせに何を抜かしとんじゃ。おっさん、もう一遍大きい声で言うてみ。チンピラとは何や。チンピラとはチンピラの力一遍見せたるよってな。よう見とけ。客が逃げるというなら派手に逃がしたるやないかい。横柄な劇場主の言葉が頭に来た田岡、そのまま舞台へ下駄巻きで飛び上がった。客席は総立ちになる。役者に恨みはないが目的が舞台を混乱さすことなので役者を追っかけ回すから芝居はめちゃくちゃ。やっと舞台へ飛び上がった頭取が田岡を後ろから羽交い締めにする。その時駆けつけてきた二人の男。頭取、お客さんに怪我ないか。へへ、一時はどうなるやろと思いましたんやけど。いや、お客さんに怪我なかったら何よりや。暴れたんはこの男か。そうか。おい、お前ゴンゾー部屋のもんか。偉そうに抜かしておのれ、一体何もんじゃい。おお、バカに元気があるやないか。わいはな、山口組を預かる二代目の上り屋。へえ、そなら、あんたが あの、や、山。まあ、ええ、まあええ。お前、なかなか勇ましい男やが、ゴンゾー屋が出したんや。ええ、近頃は小屋の見回りや夜景もやらしてもらってまんねんが。で、名前は田岡和夫です。何？田岡？おお、世間で熊中とんのはお前か。だいぶ前のことやが、福原で柔道四段のゴロつきをやっつけたっちゅうやないか。ええ、そうでね。そやけど柔道四段中ちょうど後で聞いてびっくりしましたんや。あの時はもう夢中でしただかい。夢中であれだけやれたら立派なもんや。田岡、もう二度とこんなアホなことしたらあかんで。わかったな。親分、ちょっと待っとくなれ。こいつ一体どないしまよ。そうやな、古川、お前しばらくこの男を預かってみたらどないや。ええー、こんな暴れもんは手が預かるんでっか。そうや、古川、暴れもんだけに意外と楽しみやないか。謎のようなる一言を残して出て行く親分の後に送った古川は山
山口組のその中で知恵者と言われて親分の参謀閣を務める男、しばらく小首をかしげていたが、謎を解いたかうなずいて、田岡来いよと先に立つ。その日から田岡は山口組舎弟古川松太郎のもとへ行儀見習い、つまり三下修行として引き取られた。本格的な極道の世界に入る第一歩だった。古川松太郎は二代目昇親分の妹を女房にもらい、親分の信用も厚く、いずれ山口組三代目を継ぐ人物は古川松太郎か森川清之助かと言われていた。通称目玉、あるいは目玉のまっちゃんと言われる色白の講談師で、喧嘩より博打に強く、頭の回転の良さでは山口組の知恵袋、通称大石蔵之助と言われた舎弟頭の森川清之助と並び称されていた。その古川松太郎のもとで田岡の三下修行が始まった。この三下というのは貸し元、台貸し、出方、この三段階の下になるので三下と言われております。手足にひびや赤切れのできるのは水仕事や洗い仕事をする人にはよくあることですが、三下修行は日々赤切れを背中に切らさねば本物ではないと言われているくらい厳しい修行。夜は毎晩のように古川に連れられて土場通い、正座して博打のやり方を見学する。権蔵部屋の博打と違って本場の土場を見ているうちに、田岡は一生博打で食っていこうという気持ちになっていた。しかし田岡は博打が強かったわけではない。一か八かの大勝負を挑むだけに負けも大きく、むしろ博打は下手だと言われていた。そんな田岡の博打を見て、この子はええ博打打ちになるでと言った80歳のよぼよぼの老人がいた。よぼよぼなのにいろはのボンボンの名で通る老親分、当時京都に一家を構え、生来の博打好きから古文に抱きかかえられてはよく神戸のドアへ顔出していた。この老人こそ有名な会津の小鉄の若者頭を務めていたいろは幸太郎の息子であった。いろいろなこともあり、つらい修行を田岡は2年でやり遂げ、古川松太郎の手元を離れ、独立が許され永沢町の八つアパートに移り、仕事は菊水館の夜景。田岡、お前今自分そんな物騒なもん持ってどないするんや。それどうせやないか。岡、お前大頭の西田藩や田尻の兄貴がゆうべ会員組合の組合長の自宅でやられたってこと知ってるやろ。知ってるがな、わいかてさっき見舞いに行ってきたがな、うちの親分が資本家側の依頼を受けて仲裁に立ったってことがよっぽどあいつらの頭に来てんやで。そやないか、仲裁に入った山口組に歯向かうとは言語道断やないか。本家は誰がいたんや。親分はいてはらへなんだんかい。大勢集まってたけどな、大頭の古川藩は相手は会員組合や、逃げも隠れもせえへん、軽はずみなことをして騒ぎが大きくなったらいかん、万事は親分のお帰りを待った上でと言うてあった。そうか、古川藩はいつかって大事取る人やってな。田岡、お前こういう時は気楽やな。なんせ正式に杯もろてないよってアホなこと言うな。杯みたいなもんどうでもええんじゃい。わいはやるで。やるって田岡、何やるんや。岡、組合本部は商船ビルの地下室や言うてたけど間違いないな。田岡、お前本部行くんか。悪いことは言わんやめとけ。組合長の自宅でさえ二人もやられたんや。組合本部へ行ってみ、海の暴れ者が行さんおるんやで。やめとけ、やめてくれ。
もしやられたらどないするんや。やられるかやられんかそんなもん言ってみな分かるかい。わいは西田藩や田尻兄貴のは敵討ちしたるんや。止めんといてくれ。待て。お前一人だけやれるかい。こうなったら一連卓勝や。わいも一緒に行くで。二人揃って表へ出た。夏の夜もとっぷり暮れて、遠く深海地のネオンが夜空に瞬いていた。山口組でも腕の立つ西田や田尻が無残にも組合長の自宅にて切り刻まれたというからは目指す組合本部では山口組が仕返しに来るを承知で油断なく待っているのに違いない海の荒くれ相手にして生きて帰るか帰れぬか命をかけたサイコロが半目に出たならそれまでだが仲間の無念晴らすまでむざむざ死んでなるものかと道は一筋商船ビル燃え立つような赤旗が夜空にはためくその影に赤い鉢巻きいかめしくさっきみなぎるその中へ度胸一つで乗り込む二人ここが命の捨て場所と覚悟は固く胸を打つ港ここでのああ波高知れた爆竹打っちゃねえか。沖のカモメはないけど追い散らしてるわい。命知らずの海の男、刀に鉄棒、海軍ナイフ、手に手に獲物を用意して今か今かと待っている。さぞ山口組やぞ。
二人だけやないか。たか知れてるやないか。二人だけの姿を見て気合い向けした仙人たちに目もくれず、そのまま地下室へ駆け下りる。葬儀本部では大勢が組合長を囲んでいたが、田岡が下げているドスの光に度肝を抜かれ、さっと左右に引き下がった。あんたが組合長か。相手が答える暇も与えず、田岡は手さがけに叩き切った。ギャーッと叫んだ組合長は、ものすごい血吹きを上げて椅子から転げ落ちた。あまりの早業に大勢の組合員がただ呆然としているやつ。尻目に眺めて血刀を下げて表へ出る。我に返った仙人たち、逃がすな、おい。後を追ったが、二人の姿は小切りの中に消えていた。大河氏、本家へ行っても親分はまだお帰りじゃないと思いまして。田岡、お前ほんまに組合長を切ったんやな。へえ、葬儀本部へは岡も一緒に行きましたけど、岡はわいの身を案じてついてきただけです。親分どない言い張るかわからんけど、親分の留守中にえらいことしたもんや。なんせ会員組合は全国的な組織を持ってる境に、この組織が動き出すと日本国中の騒動になるよってな。大河氏、お言葉でっけど、わいはただ西田藩や田尻の兄貴の無念晴らししただけでね、組合葬儀にも関わりはおまへんねや。せやから他に怪我人が出口に引き上げてきましたや。いずれにしてもお前が神戸にいたらやばいよって当分姿隠せ。そうや九州の文字に行け。石崎というわいの兄弟分がおるよってな。そこへ行ってこっちの連絡を待て。ええな。ちょっとあんた、身内の者を兄弟分に預けんのに懈怠な格好でやるわけにはいきまへんで。今若いもんが洋服屋走ってますよって。田岡、服が来たらな、それ着ていきなはれ。これ少ないけど小遣いや、持っていきなはれや。姉さん、大河氏、ご心配かけた上、何から何までお礼の言葉もおまへん。何言うてんねん、田岡、水臭いこと言いな。こんな時やさかいな、人目の多いカフェや喫茶店なんか覗くんやないで。姉さんの言葉の裏を計りかねた田岡は、夫婦の親切に胸の中は感謝の気持ちでいっぱいだった。そのうち若い氏が持って帰った洋服を初めて身につけた田岡は、改めて夫婦の前に両手をついた。大河氏、姉さん、今からなら神戸仕立ての終列車に間に合うと思いますが、いこれでお別れさせてもらいます。ご機嫌よろしゅと立ち上がる。人目を忍ぶ急ぎたび、寂しや見送る人もなし、けた港の夜の駅、プラットホームの人影は旅立つ人に送る人、田岡さん、心の迷いか空耳か、我が名を呼んだ女の声、
田岡は思わず立ち上がり、汽車の窓から顔出せば人もまばらなプラットホーム、必死に駆けくる一人の女、一産営む深山の一人娘の文子さん、さてはヤクザなこの俺を乙女心はこのどこやらに秘めてしとってくれたのか、それにつけてもこの汽車に俺が乗ることを知ってる者は、そうか姉さんか、別れした時姉さんの言葉の裏のあの謎を解くは解いたが、今まで素人衆の娘などいずれた茜遠咲く花の届かぬ恋と諦めて別れも告げず出てきたが、今目の前にその人の思い冷たるこの姿、心行くまで抱きしめてせめて別れの一言と、窓より体乗り出すばむせび泣くような汽笛と共に汽車はホームを滑り出す。文子は必死に叫べども無情に走る機関車の響きに声は打ち消され、ホームを照らす電灯の影に姿は、こそり明かりが目に染みて濡れるまぶたを拭きもせず、早たか取りかすまあかし、呼べば答える淡路島、消えて灯ってまた消える、あれは岩屋の雪木の船の道しるべ、俺が行く手の灯台はどこにあるやら、明かりさえ消えたまま、まず神戸を離れた田岡は
文字の石崎という親分のもとに身を寄せたが、四五日経つと大菓子古川松太郎から連絡があり、すぐ神戸へ帰れという知らせ。意外と早い呼び戻しに不安と喜びの気持ちを抱いて田岡は、神戸に帰ると大菓子古川松太郎に付き添われて相生署に自首をした。もちろん彼には敏腕な弁護士がつけられ、裁判の結果傷害罪で懲役1年と決まり、神戸刑務所で服役することになった。田岡にとっては文字通り平穏な1年が過ぎたが、この間深山文子は田岡の無事を祈って西出町の松尾稲荷にお百度参りを毎日続けた。その甲斐あってか田岡は病気もせず無事刑務所を出ました。おお田岡、ご苦労やった。用心棒したな。体に別状ないか。え、おかげさんで。入所中は親分や大菓子にいつもいつも気ぃ使うてもらいまして。いやいや、差し入れの礼やったら古川の女房と文子さんに言うたらええ。それより田岡、お前の出生祝うての乾杯や。古川、案内してや。かねて支度がしてあると見えて、三人はすぐ近くにある料亭の一間に通る。田岡はその時あっと出かけた声を飲み込んだ。そこには懐かしい深山文子の姿があった。和夫は込み上げてくる嬉しさを抑えて儲けの席に着く。田岡、早速やが、これはわいの方の気持ちや。受け取ってんか。彼の前には立派な鎌倉彫りの乱れ箱が置かれ、その中には一揃いの和服に添えて刃渡り一尺七八寸の刀が一振り。田岡、お前は今日ただいまからこの古川松太郎の身内やないで。親分はな、お前が無所から出てくるのに一日先週の思いで待ってはったんや。ええか、お前は今日から山口組二代目登る親分の直々の子分や。いずれ親子の杯は組の幹部同席でいただくことになるが、この刀はな、親分の守り刀で一尺七寸綱広北屋の名刀や。これをお前に下さんのは親分直々のお声がかりの証拠や。身内は大勢いるけど、親分から直にこんな大事なもんもろたんはたおか。喜ばないかんで、お前が初めてやで。組の名前や親分の名前けがさんようにしっかりやるんやで。親分、ありがとうございます。17歳のチンピラから23歳今日までも寝ても覚めても憧れの的であったる親分から直々お声がかかるとは、天にも昇る嬉しさに若い数の血はたぎり、希望に燃えて青年田岡山口に山口組の一員となった田岡和夫は任侠堂の本街道へ乗り出した。身を固めるにもちょうど潮時。
そこで文子の父親深山木之助のもとへ使者に立ったのが岡清。しかし木之助はアホなこと言うたらあかんで、開けてもくれても博打と喧嘩一つ違えば白羽の下をかいくぐる命のやりとり、そんな男のところへかわいい一人娘やれんという冷たい返事。困った岡清は本人の文子に相談すると、お父ちゃんに感動されたかって田岡さんと一緒になりますという熱の上げ方、それではというので田岡は港町一丁目に裏長屋ではあるが六畳二間に中二階のある家を借り、そこには親の反対を押し切って気の身気のまま飛び出してきた文子の海外しく家事に勤しむ姿があった。あんた、えらい浮かん顔してどうかしはったんか。文子、考えてみたら俺はほんまにアホやな。えらいこと引き受けたんや。えらいことって何ですね。泣いても悪うても200円ほど金がいるんや。まあ200円、大金やおまへんか。そうやがな、大金やがな。実はな、今日本家で親分が大勢の前で今何屋節で売り出してる広沢虎蔵を呼んで花工業やるもんおらんかと言いやがってな。ところが誰もわいがやりますって言うもんがないんや。なんで出すね。今売り出しの虎蔵藩やったら間違いなしに儲かるんと違いまっか。そら儲かる儲かるやろうで。けどな、ヤクザ仲間の花工業ちゅうたらな、昼の部は一流の劇場を買ってその上がりは全部親分に納めにならんのや。ほな経費はどないしまんね。経費は一切夜の工業で賄わないかんのや。しかも夜の工業はな、昼の工業の邪魔にならんとこでやらないかんよって、バスへか市外でやらないかんねや。そんなとこでやって客が入らなんだらどないしまんね。さあそやから皆が気軽にわてがやりますと言わんのやがな。客が来なんだら劇場の借り賃から宣伝費一切合切借金になってまうんや。そんな分の悪い話あんた知ってて引き受けてきはったんか。そやさかいわいはアホや言うてれねえかい。けど親分がな、誰も返事せなんだ時に寂しそうな顔しはったん見たらわいやってみとうなったんや。組ではわいが一番年下や、いわば駆け出しや。そのわいが大勢を差し置いて一旦やります、やらしてもらいますって言ったら、お前今さら後引けんのと違うか。なあ文子、うちのあの2階の居候連中な、あいつら銭持ってないやろかな。アホなこと言いなはんな、あんた。そんな銭持ってたらうちへ居候なんかしまっかいな。そりゃまあそうやな。わいがってお前の働きで食わしてもろてるんやさかい。あんた、しょうもないこと言いなはんね。あんたはこの家のご主人です。誰に気兼ねがいりまんね。女房がこさえて出すもん大きな顔して食べてたらよろしねや。200円あったら男になれますねやろ。そらそうや、誰もやらんことやるんやさかいな。よろしいおま、わたいに任しときな。あれ任しとけって文子、お前そんな大金。心配せんかってよろしい、わたいに任しておきなはれ。こうなったら後へは引けまへん。わてもあんたの女房出す。その日は過ぎて明くる朝、おはようさん、おはようさん。はようから誰かと思ったら文子やないかい。まあ、あれすんまへん。お父ちゃん、ご無今日はない。何しにご無沙汰のお詫びと、それからあのご機嫌伺いに。ふん、たったそれだけか。肝心の用事忘れてんのと違うか。肝心の用事ってお父ちゃん。文子、わいはお前の親やで。お前が何しに来たんかわからんほどボケ取りゃせんつもりじゃ。そこのタンスの引き出しに余計ないけど170-180円があるはずや。その金でくすぼりが一人前になるんやったら安いもんや。持って帰って我がの亭主を男にしたれ。お父ちゃん、出世お前の亭主のため
前が仲居をしていることも陰から聞いて知っている。今日は来るのか、明日は必ず来るじゃろうと。お前の心を感情に入れて貯めたお金がそこにある。聞けば今度の花工業田岡にとっては運試し、力試しというではない、役に立つならその金で立派に男にしてやれよ。感動はしたと言うたけど切っても切れぬ親と子のつながる血筋誰が気に入る。おい、いっぺん勘定してみようか。お前が2円やろ、わいが3円やと。こうか、お前偉そうに言うてたけど、お前たった1円20銭しかないやねんか。ところがもう一つ紙に包んだのがそこにあるやろ。それあげてみ、それ。あ、これか。3円と10銭。なんやこれ。ゴンゾーベア連中と書いてあるで。そうや、田岡が工業やるんやったら知らん顔はしてられへんちゅうてな。10銭20銭と集めてくれたんや。銭の高は少のうても田岡の人気はえらいもんやで。さあ田岡、わいら居候ができることはこれぐらいのこっちゃ。あんまり役に立たんやろが納めといてぬ。大きに大きに。銭はわずかでも皆の血のにじんでる金や。わいにとっては大きな力や。けどな田岡、この金皆合わしても20円にもならんが、後の金都合すんのに一苦労やな。心配せんかって。さあんた、ここに180円おます。文子、お前この金。そんな詮索は後でできますやないか。はよその金持って親分さんとこ行って虎蔵さんの契約決めてもろてきなはれ。まだ水屋の引き出しに7、8円おますよってな。あれも持って行きなはれ。よし、金ができたらこれから先はワイの腕次第や。やるぞ、みんな加勢してや。今は感動同然のくすぼり嫌いの文子の父親から金が出たとも気がつかぬ田岡、女房のおかげと喜び勇み、早速親分のもとへ駆けつけ、人気浪曲広沢虎蔵との契約を済ませ、終えて8月15日、新開地は大正座で大入り満員の客を迎えて花工業の幕を開けた。茶の香り
小戸籍のおいところ中に知られる羽衣の松と並んでその名を街道一の親分は清水港の次郎長の義神殿のその中に終わり名古屋の大歓喜に天使の森の石松の苦心断の粗末不便なあらも務めましょう。タオカ、やったな。えらい人気やないか。親分かって喜んであったぜ。いやー、これかって親分やみんなのおかげや。そうやない、お前の力と人徳や、えらいもんやな。お前もこれで男になったな。けど夜の部の方は大丈夫か。 あっちの方も前売りで八分通りは売れとる。あとの二部が不利の客屋がこの分やと、あそこも満員するやろ。まあ今日は表へ回ってゆっくり聞いてくれ。あんた、こんなところ家張ったんでっかいな。なんで表で聞きまへんのや。文子、表は二階の居候連中に任してあるんや。お前は今日は舞台の審査間違いがあるといかんやってな。けどよろしおましたな。割れるような大喜利で、わてもなんや知らんけど胸がいっぱいで。文子、大喜利大喜利、みんなお前のおかげや。なんやの女房に礼言うたりして、みっともないやないの。そうや、あのわてな、古川の姉さん誘ってきますよって、表へ回ります。田岡夫婦が喜びと感激に涙している時、二階客席の後ろではじっと舞台を見つめる老人が一人。それは文子の父親深山喜之助であったが、誰も気のつく者はいなかった。昼の大正座の大盛況に続いて、夜の部県会議事堂では開演した興行も満員。田岡、おめでとう。昼も夜も大成功。こんなことってめったにないちゅうて、親分もえらい喜んであった。大入り祝いしたるよってな、みんな一緒に連れてこい言うて最前帰らはったぞ。山田、おきに、親分にな、親分に言うてもらうまでもない、お前もみんなと一緒にどっかへ繰り込むつもりやったんや。とにかく行こうか。山田、すまんが、みんな集めてんか。パオカン、えらいこったす。今うちの支配人の前田さんが悪漢マサにやられました。何、前田さんが。お前菊水館の走りか。そうそうだね。支配人はすぐ近くの医者に担ぎ込みましたが、マサのやつ支配人に金の無心してましたけどな。断られたその腹いせに やりくさったらしいですわ。そうか、それは彼と違うやろう。前田藩は仙台春吉親分の射程分で、山口組にとっては大事な人や。その大事な人を襲うなんて、正のガキ。あいつももとは山口組の杯をもらってたやっちゃが、素行が悪って破門されたやっちゃ。それを根に持って親分への面当てに、おとなしい前田藩をやりくさったやな。今に見てけつかれ。田岡、ワイも行くで。おう、山田来い。は大正座の裏から飛び出した。悪漢政の居所はすぐ分かった。乗り込む先は福原遊郭第一大阪楼。
田岡と山田は一気に三階まで駆け上がった。圧巻正は風呂から上がり、肩に控えて布団の上タバコをふかして女を相手にじゃれ合っていた。ガラリッと襖を開ける引き裂くような女の悲鳴。山田の手は懐へギラリッとドスを抜き放った。正の顔面が引きつった。唇を震わせ声も立てずに飛び下がった。その時田岡はそばにあったガラスの水差しに目をつけた。素早くガッとわしづかみ、恐怖に歪んだ圧巻正の脳天をめがけて叩きつけた。うわぁ、断末魔の叫びを上げる圧巻正。水やガラスの破片が散乱する中に頭を割られた正、どす黒い血が浴衣を染めて畳にドクドクッと流れる。顔見合わせて二人はその頃霧戸町にあった山口組に引き上げる。組の中は大騒ぎ。大虎の中本虎一をはじめ背中に幽霊の入れ墨をした幽霊茂、その他大勢が血相を変えた。タオカ、大変やぞ。暴れ八が兄の仇討ちやと昔でこう行く。何？八が仇討ちにやったの？そうや。第一大阪楼のやり手のババアからのお知らせでな、今さっき暴れ八が道具持って車でこっち向かったそうやで。兄貴以上の暴れもんや。タオカ、ここは一番逃げた方がええんと違うか？なんかしてねえつかねえ。男が今さら逃げたりできるかい？ワイとハチとはくすぼり時代から同じ釜の飯を食うてきた仲やが、今は男の意地と張りや。極道の筋はな、命に代えても通さないかんのがこの都政や。誰も手出ししてくれんなよ。庭に面した奥の一間、田岡と山田を囲んだ大勢の身内は一瞬ハッと腰を浮かした。不気味な沈黙を破って自動車のエンジンがタイヤをきしませながら表玄関に止まった。来たぞ、ハチだ。田岡は素早く床の間の日本刀をつかんだ。話のまま庭先へ飛び降りる。この時ハチは玄関横の切り戸からドスをつかんで飛び込んできた。ハチか、おお、田岡、行くぞ、来い。二人の抜いたドスの白鞘が狂ったように宙に飛んだ。